ジャマール・ピアラス・ルイスは、イングランド・ベッドフォードシャー州ルートン出身のプロサッカー選手。プレミアリーグのニューカッスするユナイテッド FC に所属している。北アイルランド代表。ポジションは DF。メディアによっては、ジャマール・ルイスと表記されることもある。2008年にルートンタウン FC のユースアカデミーに入団。2014年にノリジシティ FC のユースチームに入団し、 2016年に U-23 チームに昇格。翌2017年7月31日にプロ契約を結び、2021年までの契約を締結。同年12月26日のエフルチャンピオンシップのバーミンガムシティ FC 戦でトップチームデビュー。2018年1月17日の FA カップのチェルシー FC 戦では試合終了間際に同点となる。 プロ初ゴールを決めた。2018から19シーズンは飛躍のシーズンとなり、同シーズン9月度の最優秀選手に選出。10月には、2023年までの契約延長に合意。チームは、同シーズン2部リーグで優勝し、2015から16シーズン以来のプレミアリーグ復帰が決定。さらにチームメイトのテームプッキーや、マックス・アーロンズと共に2部リーグのベストブンに、 選出された。2019から20シーズン、2020年2月28日の、プレミアリーグ第28節レスター戦にて、後半25分にこの試合の決勝点となるゴールを決めた。2020年9月8日、ニューカッスルユナイテッド FC と5年契約を結んだ。イングランドのルートン出身ながら、母親がベリファスト出身だったことから、ユース世代から一貫して、 母親の国籍を行使する形で北アイルランド代表でプレー2018年3月にフル代表に初招集され、24日の韓国戦で代表デビューを果たし、2から1で勝利した。ありがとうございます。